おお。いよいよ真相にたどり着きそう感はあるけど、どうなの？あっち？ちょっと待って、反対側は？ん？どっちも行けんだ。いいか。暗っ。アイテムがある感じで、じゃあ逆か。真ん中通れない。薬の影響か、これ。トンネル。そっちがルートなのか。奥は。なんもなし。はしごあるよ。長そうな。この水はどこから来てるんだって感じよね、なんか。地下水なのかね。ウバノン。痛いならいいよ。気のせいか。ギリギリ足んねえぐらいだね、毎回。フロストグリップとかが。壊れる音、ボムが壊れる音。2、3体ならなんとかっていう感じ。4体来ると一気にきつくなる。1体だとかなり楽。あのはしご登るのかな。やっぱショットガンの方が楽だったけどな。難しいな。ショットガンにするか。弾なし、一切なし。難易度ノーマルだとね、敵を倒すと弾を落とすらしいんだけど、残念ながら。登るの、これ。すっごいよ、多分高さ。
律儀にちゃんと登ってる。セーブがあって、一応降りれるけど、降りたらまたえれいことになる。あれはパープか、いや違うか、ルートが向こうね。落ちてるけど、レイズは愛用の武器しか使わないのだ。ではで、目的はヘレン探すだ。でも探してどうするんだろうね。このうっ音が、わお、幻覚なんじゃねえの。幻覚つか幻聴。開かない。トンネルが2になった。そっちなの？開いてるね。ただあそこは塞がれてる。塞がれてる。アイテムねえかなー。ないね。開いてるかな。まっ、あいつだ、この音。いやー、3発で倒れればいいな。さあ、ショットガン撃っていいのか。何発？卵から生まれたやつは3発だったんだけど。まあ、基本背後に。現れるんだね。ってことはルート合ってんの、これで。うわ、なんか、ここで弾あったってことは取り逃しがあったかもしれん。ていうか、実弾なかったらあの六本木でどうすんだろうな。凍らせたらなんかフィニッシュ打てんのかな、あいつ。あ、これでルートだったのか。よかったのか、これで。おお、音。デイメア役に侵されると、なんか幻覚が見えて、彼を見るようになるみたいな、文章読んだけどな。37A 行くぞ。
もう戻れないぞ。これで最強じゃん。待って、ドックンドックンいってる。まだ上があったりすんの？いや、これで完了です。射程が長くなる。どの感じ？わかんないね。射程長いらしい。行くぞ。わー、揺れてる。古いファックス。ファックスの日付は1986年、結構前だね。マクリントック将軍。ラム77新規供給の緊急要請。最優先事項。閣下。キャッスルに現存するラムが、在庫が消費されるものなんだね。二つの巨大な AZ ポータル。なるほど。え、巨大な AZ？ 人を通すだけじゃなく、なんか違うものを。アビススキャンプログラム。どこから入手するんだろう、そもそも。ラム77って。隕石とかだったりするのかな？近くの電磁気的異常の監視。元の隕石の第2の部分は、え、別のものが。南極大陸の地下数キロに位置するためアクセスは困難。バミューダのオウテックセンター。外部モジュール式ポータル Z を利用し、キャッスル中心部と南極を結ぶ。うわー、A と Z って言ってたけどね。結べんのかい？可能性があるっつってる。人類がアクセスできない深部。ああ、だからアビスなんだ。本当にその地球の内部までアクセスして、なんか貴重な資源を手に入れようみたいな。でも中はマグマじゃねえのみたいな感じだけどね。二つのポータルを使って生の隕石。ああ、なるほどね。埋まってるってことか。大昔に降ってきたであろう隕石が、生の隕石。海水の流入が不可避。ほう、あー、なるほど。水が出てきちゃうので、圧力に耐えうる石室を、ポータル A を囲むように構築。アウトランドプログラム。すごいな、なんか。壮大。あ、でもこれは今のところそういうことをしたらいいんじゃないっていう。あ、でもこれがもうその劇中の8年前とかのファックスだから、1986年1994、だから8年前だね。そっから8年かけてポータル A と Z が建造されたのか。ポータル Z を氷、その南極ね。いやー、すっごい。あれ？圧力に耐えれそうな感じになってるから、あれが A？ え、あそこにエレンじゃなくてヘレン。うわー、近づいてる。デンジャー。ここからいけない。またあのマークあるよ。あいついるな。このアイコンよ。テレポートのメモ。
スーパーバイザー私のことだよの超天才メモ。非常に古いメモ。燃やしたような箇所もある。テレポート成功しちゃったの？ブランドルの野郎はずっと正しかった。ほー、ブランドルってのが本当に元凶なの？この地の底に降り研究に専念する。そしてテレポート装置を作っちゃった。無機物の分子転送。無機物なんだ、あくまで。人はやっちゃダメよ。やってんだけどな。テレポーテーションと呼んでいる。転送プロセスメモ。最初に2つのラムブロックを1100までか、1100度加熱する。もはや読めないけど、いろいろ書いてある。誘発し、原子を熱狂的に活性化させる。磁気引力がほんの数秒で発動する。両者の距離に関係なく、白熱した金属ブロック。同じ温度である必要がある。電磁波を照射する。なんかすげえこと書いてある。ブロック間に分子引力、転送チャンネルが開かれる。液体窒素の噴射で急速冷却したとしても、なんとか変形により劣化する傾向、劣化しちゃう。なるほど。消耗品なんだ、やっぱ。入手方法よね。安定的な。開かなそう。弾があるかどうかだけ。ないか。あれ、なんか急に雑多な感じになったぞ。どういうこと？ドクター・レイズ。なんなんだ？いや、なんかすごい荒れてるよ、急に。音すごくてかなりビビるね。ブライアンってなんだっけ、そのキャッスルの大元考えた人だっけ。ブライアンでいいんだっけ。なんかあったよね。どこで見たんだっけ。あ、違うわ、ブランドルだから違うわ。なんかあの絵がもうやばいよね、精神的に。こういう、悪夢を見てるんだろうね。
この振動は何が発してるんだ？その質量を伴ってなんかその石室に来てるってこと？物が。今圧力がすごくかかってるってこと？それともシンプルに幻覚幻聴なのか。無理やり圧縮されて石室の中に、そのラムセブンティセブンの、違う石があるって言ってなかった。第二の成分。バチバチ言ってる。ブリーフケースに入ってたやつだ。これ何だったんだ、結局。なんかの血。ヘリはなんか別のことをやろうとしてるんだ。ブライアンは血を注射されたなんか被験体。血ってなんだっけ？今、レイズって聞こえたよね。あ、やっぱ石室の中になんか閉じ込められてる的なこと言ってなかった？彼がその中にいるって思ってんのかな？毒素を浴びた人は。うわお！あれ、電気つかないんだけど。電気引かなくなった。え、これ演出、そういう演出？
やっぱ幻覚っぽくね。ヘレンはもう生きてないんじゃないか。俺は家どうなの。現実なのか、ちゃんと生身があるのか。ヘレンよ、一体どういう。おいおいおい、 It's in my head. This toxin fucked me up. ここに来てこういうのやめてよ。おお、つい撃っちまったよ。アウトランドプログラム、テレポット A。A と Z。Z は南極に。もう建造済みなのかね。でもまあ、レイズは、レイズかダリラは、幻覚だと思ってるっぽい発言だったよね、今のは。レイズが名字だっけ？レイズ、エレン、レイズ、エレンじゃない、ヘレン・レイズとダリラ・レイズ。お、なんかあるね。エンジニアの報告。構えてると、取れるアイコンかどうか分かんなかったりするんだな、あれな。事前説明のための他の評議会に転送される予定の報告書をお送りします。レポートをお届けする。キャッスルがダメージを受けている。現在は制御下にある。なんかその、ヘレンの暴走で何か起きたのかな。数時間の間に生じた混乱。不明な出来事。9ヶ月を要した。キャッスルのポータル A を囲む封じ込め、石室の工事は完了した。外部のポータル Z は、おお。なんか、南極なの？あ、座標は、地球上で最もアクセス及び居住が困難な南極のアウトポスト31。ポータル。氷の下に沈められ、ほー。隕石の第2の部分を、存在を確認した場所に到達。ほうほうほう。混乱した通信や無意味なテレメトリデータを受信するようになった。どう表現すればいいかわからない。南極の方に何か変なもんが埋まってたの？お、巨大生物が海底施設を攻撃し、おそらく破壊した後？え？キャッスルの中にテレポートされた。おお、南極にいた巨大生物がテレポート Z から A に来て、で今埋まってんだ。埋まってるか、石室の中にいるってことでいいの？ほう、今のところ何の損傷もなく生存。え、無機物しかテレポートできないはずだったのに、その生物は南極の Z ポータルからここのキャッスルの A ポータルまで飛んできたんだ。すごい。ポータル A の内部損傷にもかかわらず、水と生物の両方による内圧に耐えている。なんと。で、それを解放しようとしてんの？ヘレンは。まだ機能している内部カメラの映像によると、この生物は一種の静止状態にある。冬眠中。あ、でも電磁波を出してるって。へぇー。数百メートルにも及ぶ波が発生。絶縁されていない電子機器がやばいと。生物チャフだ。はい。わかりました。いや、すごい事件よ、それは。開けない方がいいね、じゃあ。開けんのかな？
デンジャー。うわー、これがその電磁波なんだ。じゃあ幻覚幻聴ではなくて本当になんか波が来てるんだこれ。行くぞ。US プログレスが落ちたのか。あ、こん中なのね。結局誰もいなくて俺が開けることになっちゃうんじゃないのこれ。いいのかい開けて。ゴーラ、are you receiving me? I'm going to finish this forever. I hope you're all right. そうか、ゴーラとラデックもいるんだよ。ラデックはラデックでこれを知ってて開けるとやばいぞみたいな行動原理なのかもしれない。行くぞ。 You, how dare you show your face here? You killed them without mercy! It's you. You're back.Before my very eyes.What are you doing? Helen, please forgive me. It's enough. Do you know my sister? You aren't her. You're Delilah. Helen told me about you. Are you Brian? I'm... Yes, yes, I'm Brian. She was everything to me. I didn't think I'd ever, while everything else was losing its meaning, she was my life. This place allowed us to find each other and to lose ourselves. Where's she now? Where's my sister? Where's she now? Tell me! She's dead. It was my fault.I wasn't myself. I lost control. It was the toxin, that monster. It wasn't me. Creature to God in the face of the earth. The plan has worked. The ogre is almost charged. The living and the dead have contributed with their light. And she will welcome him in the rebirth. The time has come to finally the God chained by men will be set free. It's time.Forgive me.
I'm sorry you have to bear witness to this. He wanted to take me back, but I can't. Not now. What remains of my will exists only in you, and only because of what I sought to destroy. Brian killed me before I could carry out my plan. But through the ogre, I managed to bring you here. It's up to you now, Raiz. What are you? Are you still you? Are you me? My mind intoxicated by that substance. I am both of us. But I'm him too, now. What is it? The last exemplar of a prehistoric species. His origin lies in an unanticipated fusion, linking this world with a distant planet. Our paths crossed in his genetic heritage. The discovery of the biological material imprinted on Ram 77 set the wheels of fate in motion. Thanks to those genetic segments, a toxin was developed. And when Hexacore spread it within the castle, he started calling out to us from afar. He was the missing link. His unexpected arrival was the first success after years of failure. The first organic transfer. We tried to exploit him for his blood, finally make this epical leap. But we were pawns in his inextinguishable will to survive. He was manipulating you. He wanted to free this monster. On the contrary, I wanted to destroy him. I'd realized the truth. I lied to Brian to achieve my aim. He went out of his way to protect me from this madness. But he didn't think about himself. And the more time passed, the more the ogre crept into him. In the end, only I could clearly see that we were all wrong. That the price we were paying for technological progress was too high. Hundreds of dead, our own humanity! The ogre was a victim of our experiments like so many of us. But now, he must be destroyed. I summoned you, Raiz. You must complete what I have started. You just abandoned me to take part in this research. Now you're asking me to destroy it. And lose you again. I didn't understand until it was too late. We never really separated. Our bond has survived over time, years of silence. It's overcome even death, and has now overcome the will of this millennial creature. I don't want to lose you again. We're not separating. We just got back together. Doing? Don't touch it. Gora, you're alive. What's wrong with you? I still have time. I have to complete my mission. No, we have to destroy this monster. Can't you see? It's the source of all this madness. No, they're all dead already. It doesn't matter anymore. I have orders. Yes, I'm a soldier. I have to follow my orders. Pull yourself together. You're delirious. Don't come any closer. If you destroy that creature, that research data will be lost forever. We're out of time. It's about to wake up. I don't care. You don't understand. Helen died for this. Don't make me do it. Please. Gora, stop. I don't want to kill you. Thank you.
Gora, I'm begging you. Fuck, where is it? I'm here for a reason. I can do this. ボタンを押すか押さないかの。ラデックは？いや、これでも世界に解き放たれたらやばいでしょ。撃つよ。行きますよ。Don't make me.結局ゴーラ撃っちゃったし、ラデックは脱出になったけど、いやなんか監視カメラでベッドにいたよね。あ、なんだ、通れない。いや、そっちいいんだ。いや、ゴーラー結局任務なんだったのよ。てラデックどうしたの。よく逃げれたね、というか。いや、え、なんだ？あ、こっち、ちょっと待って、全然。なんかもやが見える。これが出るってことはこの後も敵出る？出るんだい。音すっごい。ぐるっと回ってきた。
can't stay here. Camera に映ってたのも全然綺麗だったよね。あれも幻覚だよね。え、それとも今これが落ちてきて壊れたの、ちょうど。いや、幻覚だってば。幻聴も聞こえる。なんか語りかけられてるよね。でもあのタコみてえなオーガって呼ばれてた、あれが人の言葉を理解するのかなっていう話よね。であれの血なのか、結局ブリーフケースに入ってたのは、今持ってる血は。ずっと聞こえる。うわ、